が挑戦できる社会を作る、これがなんか結構僕の役目かなと思って、今生きてるっていう感じです。でそもそもやっぱ学生時代は、まあ、家庭もそんな裕福じゃなかったし、与えられてる環境もそんなに良くはなかったので、でもそんな中でも、日本代表候補まで自分は行けた。なので なんとなく自分の中で与えられた選択肢の中で自分が最善の選択をすれば、できないことはないっていうのを、まあ、なんとなくすごく思ってたし、他人に対してもそういうふうに思ってたんですけど、いざ社会に出て、地方に行って直接人と話したりとか、あとは、まあ、実際にその SNS でいろんな人と交流することによって、選択肢が少なすぎて、どうしようもない、やりたいけどできないんだっていう人がいるんだっていうのをすごく衝撃を受けて、はい、そうなった時に自分が今までずっと思ってた、与えられた選択肢の中で、全力を出せば何でもできるんだっていうのを言うのはなんかすごく、なんかいかにこう自分が世間知らずだったかっていうのをなんかすごい思い知らされて、はい、なんかそういう世界を知ったからにはやっぱりその、どんな人でも公平に、挑戦権を与えられるような社会、誰もが挑戦できるような社会を作らないといけないなっていうのを感じてから、今は結構それのビジョンを達成するために動いてるっていうような感じです。ロスタイムトーク。